はい、レジットデザインが送るバスフィッシングロッド新シリーズ、それがスタンドアウトです。このスタンドアウトシリーズはですね、まあ、今までレジットデザインのフラッグシップモデルであったワイルドサイドとは全くコンセプトの違う新シリーズになります。まあ、何が違うかっていうと、一番大きいのは、フランクの素材ですね。ワイルドサイドは、アラミドレインフォースメントという、まあ、あのアラミドの、ね、繊維による補強が、全機種、まあ、グラスロッドを除いて、ね、入っていて、まあ、それがフランクの、ね、粘りを生んだり、まあ、魚が、ね、よく軽く寄ってくるとか、そういう特徴があったわけなんですけれども、うん、今回のスタンドアウトに関しては、あえて今のところピュアカーボン、カーボンの純度を極めて高く、まあ、ほぼ 100% と言っていいんですけども、カーボンの素材、単一素材のみで、ブランクを作り上げているというシリーズがスタンダードですね。でもちろんカーボン、純度を高めたといっても、カーボンそのものの種類は何種類か使っている、まあ、いわゆる中断性とか高断性とかって言われるね、まあ、24トンとか30トンとか40トンと言われるような、カーボン、断性の違うね、張りの強さの違うカーボンは、素材ブランクのね、適材適所に配して、作り上げたロッドという形になります。で、スタンダードシリーズっていうのは、まあ、まず価格としてね、1万8000円税別という価格で全機種が統一されてるっていうのももちろん特徴の一つなんだけれども、あとはまあワイルドサイドのように非常にこう細かく特化したものがラインナップにいっぱいあるんではなくて、まあ、少なくとも今のところはね、ベーシックなモデルが多い、レンタルボートとかあるいはまあおかっぱりとか、ちょっとロッドの本数にね制限が加わるような、釣りとかスタイルを好む方には、特にスタンドアウトっていうシリーズで何本か揃えてもらえば、割とこう一本一本が使えるカバーが広いっていう風なロッドの構成になってるんで、なかなかいいんじゃないかなと思うんですね。で、ベーシックで割と汎用性の高いものを中心にラインナップ組んであるんだけれども、やはりそこはね特化したモデルね、例えばビッグベイトスペシャルとかミッドストローリングスペシャルのような、あるいはベイトフィネスもそうですけども、レジットデザインがね得意とするスペシャリティラインナップ、これに関してはスタンドアウトにもきっちりラインナップされています。で、スタンドアウトシリーズっていうのはこれね、シンプルでかつシックなコスメティックに仕上げてありますし、ガイドは、ステンレスフレームの、アルコナイトリングガイドということで、まあ、ガイドとね、ブランクのちょっとした、工夫、製法の工夫で、コストダウンを図っているということで、まあ、それ以外はね本当に、レジットデザインの今までのねロッドビルディングのノウハウを、きっちりと注ぎ込んで作り上げた、まあ、ベーシックモデル、エキスパートの方も、これからバスフィッシングを始める方も、あるいはおかっぱりの人も、ね、バスボートの人も、レンタルボートの人も、ワイルドサイドで揃えてる人も、まあ、ちょっと気になる機種をね、スタンダードに使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。